アムネシアクラウド。ねえ、君はあの8月の出来事を覚えてる？あの苦しくて切なくて、この世界にいくつもの選択肢があるように。ただ気をつけて。幸せな未来とは限らない。もしかしたら君を待ち受けているのは君が予想もしていない結末かもしれないけどね。先に、それに君は一人じゃない。この僕が一緒だからね。ね、なんとかなりそうな気がしてきさあ、君は誰と運命に立ち向かう？ねえ、起きて。ねえ、君、起きて。ああ、よかった。君、ずっと眠りっぱなし。あ、起き上がるなら注意してね。そっと起き上がってみて。ここ、どこだかわかる？だよね。この壊れっぷりは、どう見ても工事現場だよ。でも、どこの工事現そっか、この場所がどこなのか君にもわからないんだね。僕は君と違う。ごめんね、たくさん走ったから道を覚えていられなかったんだ。もしかしたら君がこの場所を知って、その様子じゃ思い出せてないみたいだね。ねえ、君が急に走り出した時のことは覚えて？君、バイトの帰り道で突然何かを思い出したみたいに走り出したんだよ。多分だけど、僕にはうわー、夕日がオレンジみたいだ。ねえ、見て見て、この国の空はとっても澄んでて綺麗だね。ごめん、シンが警察に連れて行かれてから落ち着かないのはよくわかるよ。シンが君のことを殺そうとしたなんてとんでもない。そんなこと絶対ないよって言ってあげたいけど、でもさ、ほら、落ち込ん、シンだってきっと心配ね。だから元気出そう。でもって、あの事件のことをどんどん調査してシンの無実を証明するんだ。シンは悪くないはずだよ。これ君、前にも真の無実を主張してたことがあった。え、ちょ、なんで走り出すの？落ち着いて。あんまり焦るとは。ねえ君、どこに行くの？思い出した？ここへ来た時のこと。って言っても、君も道がよくわからな、結局どこにたどり着いたのか、覚えてられなかったんだよね。とりあえず、まだ周りが明るいうちだったと思うんだけど、それ、でもさ、まさか立ち入った建物が、いきなり崩れ出すとは思わないじゃない？しかもその破片で頭を打って、足を切って、一日眠り続けるなんて。
何かの運命みたいだよね。そんなわけで僕たちは今この部屋に閉じ込められています。ねえ、少し周りを調べてみない？僕一人じゃ調査にならなかったんだ。ただくれぐれも無理はしないようにね。ダメだね。部屋の中でこだまするだけで外に響いてる感じがしないよ。何か他のことを試してみない？外には声が届かないみたいだね。